さんこんにちは。 OHK アナウンサーの中塚美穂です。イオンモール岡山1階晴れ待ちスタジオからお送りしています。 OHK アナのクスクス、今回私がお届けするのはこちらです。中塚美穂のお悩み相談室です。やっと開催できました。はい、実はですね、先日私の個人のインスタグラムのストーリーズの方で皆様からお悩みを募集しておりました。たくさんの応募していただいてありがとうございました。本当にたくさんの数をいただいたんですけれども、今日はちょっと時間の関係で第1弾ということで、その中からいくつか答えさせていただければと思っております。ありがとうございます。引き続きお届けしていきますのでよろしくお願いします。では早速まず一つ目からいきましょう。こちらです。彼氏と遠距離で寂しさを紛らわす趣味を教えて。いやー、なんか本当に誰かとこう距離ができるって本当になんか悲しいし寂しいですよね。いやー、なんか大学生とかならもうお友達と遊んだりとか、誰かと過ごすことで自分一人でいるとこう出てきてしまう寂しさって紛れるかなって思うんですけれど、社会人だとお友達とこうお休みを合わせるのも大変だし、なんか誰かと過ごす仕事をしている間は気は紛れますけど、誰かと過ごす時間っていうのをなかなか作るの難しいのかなってやっぱ思うので、本当にすごくおすすめする趣味がスポーツとか体を動かすことってすごくいいと思うんですよね。なんか私自身大学時代ヨガを母とやってたんですけれど、ヨガをした後って結構気分も明るくなって、あ、なんか今日体動かしたな、明日からも頑張ろうって結構ポジティブになるんですよ、気持ちが。だからやっぱりこう社会人、まあ、自分のスケジュールでこう動いていく中で空いている時間を見つけて、例えばジムなり近くのこう公園まで走ってみるなり、何かしらこう体を動かすことって本当にいいんじゃないかなって思います。コロナ禍で少し難しい部分もあるかと思うんですけれど、家の中でこう YouTube で踊ってみたとか、ヨガのこうインスタライブ配信がこう YouTube に載ってたりとかもするので、そういった部分でなんかみんなでこう体を、ね、それぞれ動かしてみるのがすごくいいんじゃないかなと思います。紛れるかなって思います。はい、次、好きな人に気持ちを伝えるいい方法は。これはやっぱりあれですかね、告白するっていうことなんですかね。それだったら直接がやっぱりいいんじゃないですか。直接言った方が気持ちも伝わるし、ですごく私以前なんか見た中でいいなって思ったのがあって、それがですね、正面から告白するんじゃなくて横にこう並んで告白するのがいいっていうのを見たことがあるんですよ。今ね、後ろ映ってますけど、こんな風にキリンさんとクマさんみたいに横にこう並んで、例えばブランコとかベンチとか並ぶと、自分自身もこう相手の顔をはっきり見るわけじゃないので緊張しないし、本当の気持ち伝えやすいんじゃないかなって思います。はい、なんか結構ねいい感じになりますよね。こう2人でブランコ乗りながら、いや実はさみたいな切り出すのがすごい青春だなって思います。まあ、なんかドキドキしてきた言いながらはい、次、虫嫌いで一人暮らしが不安。いやもうね、これ本当に超わかるって感じで、私もう本当に虫嫌いなんですよ。で、4月から私も一人暮らしを始めて、でもう虫がね、こうちっちゃい虫が出てももうキャーキャー言いながら、虫スプレーとかでこうやって近づきたくないから遠目でこうスプレー噴射して対峙してるんですけれど、すごくいいなと思うのが、結構はばきの部分とか壁と床の間のはばきの部分とか、台所のこの流しの下のパイプの部分とかって結構隙間が空いてるじゃないですか。そこを、まあ、隙間テープなんかでこう埋めて隙間のをなくすのがすごくいいと思います。虫のこう出入り口を止めるっていう作業を新居ですね、引っ越した時にやるのがすごくおすすめっていう風に聞きました。なので私もこうやって隙間埋めてます今。とってもなんかこれいいポイントだなって思います。やってみてください。はい、次、やるべきことがあるのでやる気が出ない時の対処法を教えて。
もうねこれはやっぱり自分でやるぞって気持ちになるのが一番かなって思います。あとはなんかトゥードゥーリストとか作るのすごくいいなって思ってて、もう今日やらなきゃいけないこと、やるべきこと書き出して、ただそれが終わった後に今日はこんなご褒美やるぞとか、動画でこういったもの見るぞとか、テレビでこういったドラマ見るぞっていうご褒美を考えてやると、もう自然にあれ見るためにやらなきゃっていう風になるかなって思います。自然にもう自分のお尻を叩いてはい、やるのが一番かなって思います。次、失敗を包み隠さず言えるようになりたい。これはね、本当に私も就活の時ですけど、自分をよく見せようとしすぎて、まあ、ちょっと自分のマイナスな部分とか失敗しちゃったことをこう隠す癖があったんですけど、逆にこう社会人になって、いやこういうことちょっと失敗しちゃったんです、すいませんとか、自然にこう言った方が自分もこうなんか、うわあの時っていう、こうちょっとなんか重荷じゃないですけどもうなくなりますし、相手からも自然と、あなんかそういう時こうすればいいんだよって、次につながるアドバイスをいただけたりして、なんか相手とのこう関係、周りとの関係も、まあ、よく保てますし、自分自身のこう気持ちとしてもすごく楽になるんじゃないかなと思います。やっぱり正直で、何事もこう正直でいれば、すごくこううまい方向に進んでいくんじゃないかなと思うので、失敗をしっかりこう今回は失敗だったって認めて、次やらないようにするために次できればいいので、はい、そういったマインドでいることが大切かなって思います。はい、次、全国転勤で岡山配属になって寂しい、友達が欲しいです。岡山仲間ヤッホー岡山仲間ですね。はい、これね、なかなか今のご時世お友達作りって難しいですよね。社会人になるとやっぱり会社でのこう関係が一番になってくるかなと思うので、やっぱりこう会社の、まあ、先輩といろいろ話してみたりとか、取引先の方もやっぱりいらっしゃるじゃないですか。そこで積極的に自分から話してみたりとか、あと同じ大学卒業とか同じ高校卒業って結構、同じ地元出身でもいいんですけど、話パッて盛り上がると思うんですよね。やっぱり、まあ、そういうのを見つけるのも自分から話しかけに行くことが大事かなと思うので、自分でこうきっかけを作ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、ぜひぜひ試してみてください。一緒に頑張りましょう。次、寒くて布団から出られません。私も無理。もう本当に日々寒くて、はあ寒って思いながら出るんですけど、朝こうちゃんと暖房がつく、朝起きる時間に暖房がつくように設定して起きればあったかく起きれます。はい次、朝のヘアセットがうまくできない。あのね、これ親友から聞いたんですけど、私その親友が誕生日の時にすごくいいブラシ、ヘアブラシをプレゼントをしたんですね。で、使ってくれてるみたいなんですけど、夜寝る前にそのブラシでこうやってしっかり髪の毛ブラッシングして寝ると、朝全然寝癖がつかないんですって。だから寝る前にこうちゃんと明日のためにセットして寝るのが朝の時短にもつながりますし、しっかりこうヘアセットできるのにつながるんじゃないかなと思います。やっぱりうまくヘアセットができない原因って寝癖とかなのかなって思うので、前髪割れちゃったりとかね、女の子だったらするので、夜こうしっかりして寝るといいんじゃないかなって思います。おすすめです。次、自分のキャラが分かりません。これは私も本当に悩んでいたことで、今もアナウンサーとして、まあ、どういうキャラがいいんだろうっていうふうに考えてる時なんですけど、就活の時とかは面接するときに、面接官にこうアピールするときに自分のキャラをやっぱり出さなきゃいけないじゃないですか。その時ってやっぱり自分自身では見つけられないんですよね、どうしても。なので周りに見つけてもらう、一番、まあ、仲のいいお友達、両親、お世話になった先生方、
周りの方から見てもらう自分って結構共通してる部分も多かったりとかってあると思うので、自分って、まあ、どういう人だと思うっていうのを結構何人かに聞いてみるといいんじゃないかなと思います。そこで共通して言われたことがやっぱり自分のキャラだし、自分が持っている性格だと思うので、周りの言葉から見つけてみてください。はい、私も就活はそうや、就活の時はそうやって探してました。はい、次、 OHK の番組が見られなくて辛い。あー、もうそんなこと言っていただいて嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。確かにあの放送エリアがね、岡山と香川なので、まあ、それ以外の県の方は地上波で見ることはなかなかちょっと難しいんですけれども、あのですね、 YouTube で OHK 公式っていう名前で YouTube チャンネルがあるんですけれど、そこで今日々のニュースが配信されています。いろんな、私含めて OHK のアナウンサー、いろんなアナウンサーがニュースを読んでいる、ニュースが載っているので、ぜひそちらを確認してみてください。はい、あとは個人のインスタグラムでいろいろ情報発信もしていくので、そちらも見ていただけたらと思います。ありがとうございます。次、この時期は食べ物が美味しくてついつい食べ過ぎてしまいます。助けてください。私も助けてください。もう本当にもう冬になっちゃいましたけど、秋の食べ物で最近ね、干し柿、干し芋、豚汁、母の作った豚汁、ミネストローネ、かぼちゃの煮付け、もう本当に最近美味しくて美味しくて、もう毎食楽しみで、なんか美味しいもの食べてる時って本当に幸せですよね。あ、生きててよかったって感じる瞬間なんですけれども、いや、その時間は本当に大切にしてください。私も大事にしたいなって思いますし、食べ物美味しいって感じるのやっぱりこう幸せな瞬間なんで、本当に美味しいものはもう今の時期いっぱい食べて食べて運動すればいいんです。一番最初の質問でもう答えたんですけど、体を動かしたりヨガに行ったりするのもおすすめかなって思います。いっぱい美味しいもの食べましょう。はい、では最後ですね、こちら、嫌なことがあった時の気晴らし方法。まあそうですよね、嫌なことがあった時ってずーってこう落ち込んじゃうこともあると思うんですけど、そういう時私は人からに行きます。もう一人でカラオケに行って叫んで好きな歌を歌いまくります。この間は2時間半一人でカラオケで歌ってきました。はい、あんまりね、人に私その嫌なことがあった瞬間ってあんまり相談しないタイプで、後でこんなことがあったんだよって話すことは全然あるんですけれど、もうとりあえず一人で叫んで、その日は寝て忘れます。朝起きたら、あ、小さいことだったな、頑張ろう頑張ろうって切り替えると思うので、まあそういった発散できる場所があるといいですよね。人からおすすめですよ。やってみてください。はい、というわけで、今までこのいただいた質問をにご返答する形でお悩み相談してきました。いかがでしたでしょうか。本当に本当にたくさんの質問ありがとうございました。もう第2弾第3弾と引き続き皆様のいただいた質問を答えていけたらと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではでは、今回はこのあたりで中塚美穂のお悩み相談室第1弾終わりたいと思います。次回の OHK アナのクスクスもお楽しみに。それでは今日はこのあたりで。